はい、どうもです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日はですね、こちらよっちゃんのアカウントなんですけど、ようやく6799から6827行きましたね。これ1試合1試合じゃなくても、ちょっとリーチ行ってたんですけど、そっからここですね。はい、こっから負けて、はい、かなり負けが続いたんですけど、まあ、なんとかこのように盛り返してといった感じですね。もう本当にエリゴルデッキはもう波が激しいので、もうそこはもうしょうがないといった感じですね。じゃあリプレイ解説やっていきたいと思います。そうですね、じゃあまず 2.6 ホグからいきたいと思います。これが自分のデッキ、ヤナメ型のエリゴレ 3.6 エリゴレデッキだったらもう基本的には勝てないので、まあ諦めた方が、はい、いいと思います。まあ、ただ今回トルネード入ってるので、まあ、ホグに対してキング起動したり、まあ、あとマスケット重心に対して、トルネードで引き寄せて、それで処理することができるので、まあ、はっきり言ってかなり、2倍タイムになったら、まあ、まだ戦えるんじゃないかなといった感じですね。結構相手としては、まあこの手札になると、まあアイゴレ後ろから出すしか、まあアイゴレか、まあマスケット重心後ろから出すしかないので、結構この時間はありがたいですね。まあ、こっちはトルネ、ホグに対してトルネードかエリババで、処理することができるので、まあかなりいい感じですね。まあ、このように前半ダメージを基本的に抑えることができたら、まあ、2.6 ホグに対しては結構勝てるんじゃないかなと思います。このヒーラーの一発も大きかったですね。これでマスケット重視完封できたので、でもこのアイゴルホグに対してはもう基本的にはもう一発は入ってしまうので、まあそれはもうしょうがないです。まあ一発だけだったら全然いいかなといった感じですね。結構この残り時間でこの体力あったらもうかなりこっちとしては有利取れると思うので、まあこれもいい感じにかぶってくれて、もうしかもなおかつこれかなり大きいカウンターにつながるので、もうこうなると相手はもう守れないですね。あ、そうですね、これ結構相手守れてるように見えるんですけど、もうこれはもうちょっと守れてないので、もうこれは勝ちましたね。まあ2倍タイムのホグのかぶりが、はい、良かったと思います。まあ基本的に 2.6 ホグはもうこっちとしては、まあ、かなり相性勝てないので、まあ、それに勝ったのは結構大きいですね。次はペッカラムになります。まあ、ただライトニング持ってるので、まあ、ちょっと1倍タイムは結構そうですね、まあ、ラムライダーの攻撃だったりペッカーをどういなすかが、はい、肝心ですね。これちょっと前半もしライトニング打たれてエリートバーバリアが回ってなかったらかなり痛かったんですけど、まあ、今回は、まあ、手札のあれが良かったですね、運が。でこれも結局のところ、はい、エリートババに一発入ってくれたので、これは大きかったですね。ただイリアド見てもらったら分かる通り、もうかなりアドバンテージ取れてたので、もうここからはもうエリゴル展開1倍タイムからしましたね。
これはですね、あのライトニング持ってるって分かったので、もうライドラは正直出せなかったです。まあ相手にとって出しづらいようにまあ攻めましたね。これラムライダー飛んできたらもうこっちはエリートババリアン、まあミラー持ってたので、これはただこれちょっと位置が良くなかったです。あのベビドラ自陣にあの入ってなかったので、これはダメなベビドラですね。あ、ごめんなさい、これはダメなエリートババリアンでしたね。もうこれそうですね、もう被った時点でこっちが、まあ、勝ったかなといった感じですね。まあさすがにちょっと相手もあの止まらないと思うので、まあちょっと今のはあのまあ安全にエリートバーバリアンを守りに使ったんですけど、これちょっとまあエリートバーバリアンだったりまあユニット追加右にしてたらもうあのキング折れてたと思うので、まあこれはあの安全にまあそうですね、事故ないように勝ったといった感じですね。まあ本来ならあれはまあ右に追加してもはいあのキング折れたので、まあ、どっちしろ勝ちといった感じですね。じゃあ次はペッカ工場になります。まあ、ペッカ工場に対しても、まあ、やることは基本的に逆サイドぶっぱなんですけど、まあ、1倍タイムはあんまり動かない方がいいと思います。まあ、ただ相手がペッカを切ってきたら、まあ、これはちょっと正解はないんですけど、まあ、相手の防衛が下手だったらもう逆サイドフルブッパすればあの通ります。ただ相手の防衛がもうあの工場バーバリアンで逆サイド釣ったりとかしてくると、あのそうですね、もう結構ゴリ押ししてもあの結局のところ守られちゃうので、まあ、まず自分としてはこちらのまあペッカに対して1倍タイムでまあどれだけ抑えれるかですね。相手もあのこのように絶対にライドラインに対して何かしら処理しようとしてくるので、もうそこをしっかりあの守ってあげることが大事です。うん、ちょっとこれ、ま、ダクネ出さずにちゃんとエリクサ待ってエリートババリアン出した方が良かったですね。これはちょっともったいないです。まあ、ダメージ抑えれてるんですけど、これエリアドが結構取られてるので、まあ、ちょっと良くなかったですね。まあ、ただ2倍タイムになれば、まあ、相手デッキのそうですね、呪文がポイズンなので、まあ真っ向勝負して当たっても、まあ、勝てるんじゃないかなと思います。ここですね、これはもうあのはっきり言ってはい右無視します。もうこれで相手はそうですね、結構このようにあの工場ババリアンで釣ってくるんですけど、これちょっと見てもらったら分かるんですけど、もうこのようにあの右に勝手に形が組まれて、もう相手としてはよりもうどうしようもできなくなったといった感じですね。
まあこれはまあ2、そうですね、キングは落とせなかったんですけど、まあ相手の向上バリアがきっかけで、まあ両サイド落ちるといった形になりましたね。まあ上手い人はこういう風に向上バリアを使ってなんとかしようとしてくるので、まあなかなかこっちとしても気は抜けないんですけど、まあ先ほどの向上バリアのおかげでまあ勝てたといった感じですね。次はゴレデッキになります。これはちょっと正直、確か相手ボンバー、墓石ですね、墓石出してからの、まあ、こっちがレイジーかけて、そしたらボンバー出してきたので、それにリヒーラーで合わせた感じですね。これちょっと平の、位置が甘かったので、ランバーまではちょっと釣れなかったですね。しかもこれちょっと見ていただいたら分かる通り折れます。ちょっとはい、トルネードを使っとけばよかったんですけど、まあ、守りに使うのはちょっと正直あんまり自分としては嫌だったので、まあ、使わなかったですね。まあ、それがちょっといいか悪いかの判断はちょっとまあ悪かったですね、はっきり言って。これはまあただ相手もここで U の出してきたり、結構無駄な防衛が多かったので、まあそのおかげではい、ちょっとまだチャンスはありましたね。これトルネードまで使ってくれたので、またこっからエリゴレ展開ができます。で今度はしかも2倍タイム入るので、もう状況としてはかなり有利です。もうこっからはもう正直だ、もうライドラミラー出せば、ライドラミラー出してトルネードを使えば、もう相手の後衛のイントもほぼほぼ処理できるので、もうこうなった時点でもう勝ちが濃厚かなといった感じですね、こっちとしては。まあ相手もライドラ合わせたり、まあ、処理してこようとするんですけど、ちょっともうライドラ、そうですね、このようにまあ2対3対いるとさすがにこっちの方がもう強いので、相手としてはもうもう何もできないといった感じになりますね。まあゴレデッキなんですけど、まあ呪文がそうですね、なんかまあ強い呪文がなかったので、まあゴリ押しが成功といった感じですね。じゃ最後なんですけど、こちらゴブジャイ、スパーキーですね。あ、ごめんなさい、ジャイスパですね。まあ、この最後の試合はもうもうかなり接戦でした。これここでまあ自分はまあライドラ合わせるんですけど、相手がまさかの、まあ、これちょっと左側見てもらったらあれなんですけど、そうですね、スケルトン部隊出してきたので、もうここはチャンスかなと思い、はい、こちら無理やり形食いましたね。ただこれ相手うまかったのは、ちゃんとライダーターゲットってからこのようにガゴムレ出して、もうそれで処理されちゃったといった感じですね。ちょっと後衛部隊も処理されちゃったので、これはちょっと痛かったのかなと思います。
そうです、もうこれいきなり、2-0 2つ落とされちゃったので、ちょっと状況的にはかなりまずいです。もうあの攻めると言ったらもうここしか、はい、なかったですね。これはラッキーでしたね。正直最初からガゴムレ出しとけば多分守れたと思うんですけど、ちょっとこれ相手のミスでなんとか勝つことができました。はい、今日の動画は以上になります。あ、そうですね、次はちょっと6900目指していきたいと思うので、そちらの方もし、いけたら動画上げていきたいと思います。はい、またご視聴の方よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。